平野仕様の再デビュー曲、K-POP 路線でジャニーズ潰しの野望。平野仕様の再デビュー曲が爆発的な売り上げを記録している。疑問符そして、その背後にはジャニーズ潰しという野望が隠れていると言われています。ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が設立したエンターテイメントカンパニー、とべ。 トビーが新たな才能を続々と獲得しており、その注目度は高まるばかりです。平野仕用とトベの新たな加入者。トベは2023年7月16日、公式 x 旧 t w i t t e r を通じて大統立機との新たなコラボレーションを発表しました。 大東立樹は2019年にジャニーズ事務所に入所し、ジャニーズ JR として活動していましたが、今年の7月16日に同事務所を退所しました。ジャニーズ JR うちのグループには所属していませんでしたが、多くの舞台やテレビ番組に出演し、その実力が注目されていました。ジャニーズ事務所内で滝沢秀明氏のお気に入りであるとされる滝に、 と呼ばれるグループの一人であった大統律機の加入により、今後、グループとしての活動をしていなくても、才能のある JR たちがジャニーズを退場し、戸部に続々と加入することが期待されています。戸部のメンバーには豪華な顔ぶれ。戸部は、三宅県、平野市耀、神宮寺勇太をはじめとする豪華なメンバーを次々と獲得しています。 さらに、元ジャニーズ JR 内グループであるインパクト大津への7人も新たなグループ、イムップとして加入が発表されました。イムップへのメンバーたちはジャニーズ時代に CD デビューの機会がありませんでしたが、彼らは待ち望んでいた夢を叶えるために、デジタルシングル、クルージン、クルージンを18日に世界配信しました。なんと、 この楽曲は K-POP 界でも有名なクリエイターたちによって制作されているというのです。飛べの音楽路線とジャニーズつぶしの野望。平野耀や m p プのメンバーたちはジャニーズ事務所から独立し、飛べに参加することで新たな音楽路線に挑戦しています。 特に平野紫耀は、従来のジャニーズの楽曲の路線ではなく、K-POP の路線で音楽活動を行うことを志向しています。その理由は、滝沢秀明氏の影響もあるかもしれませんが、彼が追求したい音楽が K-POP であったためと言われています。そして、彼らはジャニーズ潰しを腰淡々と狙っているとの情報があります。トゲの資金力と成功の鍵。 飛べの成功の鍵の一つは、潤沢な資金力にあります。三宅県、平野市洋、神宮寺雄太、イムップのファンクラブ、FC の会費は、入会時にそれぞれ6200円かかり、会員数はすでに計30万人を突破していると言われています。この計算によると、18億円以上の資金が飛べに蓄積されている可能性があります。 そして、この資金は制作費に回され、クオリティの高い楽曲を制作するために活用されています。平野紫耀が再デビューすれば、その楽曲は大きな成功を収めることが期待されています。飛べはこれからも音楽業界での快進撃を続けそうです。平野紫耀や飛べのメンバーたちは、新たなエンターテイメントの形に挑戦し、成功を収めています。 その背後には、潤沢な資金力や K-POP 路線への挑戦、そしてジャニーズ潰しという大きな野望があるようです。ファンの皆さん、彼らを応援し、新たな音楽の世界での成功を一緒に祝いましょう。フォロー、いいね、コメントを通じて、彼らに力を送りましょう。